元気でいられるから。元気でいられるから。解説をやってみる。やーってやるぜ。明日のことなんてわからないから。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、アメリア軍が開発した、G 系統の解説になります。この機体は、劇中唯一の、地球製 G 系統になるぜ。おお、つまり劇中でも、大活躍。ってことなのね。どうしたの、マリサー。では、この、MSAM33GR ケインの解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、MSAM33GR ケインになります。GR ケインは、アメリア軍が開発した G 系統になるぜ。地球で作られた G 系統なのよね。そうだぜ。GR ケインは、ヘルメスのバラの設計図を元に開発された G 系統で、アメリア軍が蓄積してきたモビルスーツ開発技術を投入して開発した、準地球産の G 系統になるんだぜ。なるほど。G セルフは、トワさんが産んだもんね。そうだぜ。そして、完成した GR ケインは、テスト運用を兼ねて、海賊部隊に配備されたわけだな。なるほどねー。こう見ると海賊部隊は、最新鋭兵器ばっかりってわかるわね。まあ、そういったことが目的だったしな。では、GR ケインについて、もっと詳しく解説するぜ。まず、GR ケインの頭部は、かつてのガンダムタイプのような、アンテナとツイン愛の構成になっているぜ。まさに、G 系統って感じよね。さらにこの頭部には、グリモアと同様に、フォトン、ラジエーターを搭載しており、余剰エネルギーを放出することが、可能になっているぜ。ああ、この辺はまさに、アメリア製、ってことよね。そうだな。この、GR ケインこそまさに、アメリアを代表するモビルスーツ、ということだな。おお、すごいわね。ということは、劇中でも、大活躍、だったということなのね。大活躍ではなかったな。G 系統なんでしょ？ G 系統には間違いないが、まず、この時代のアメリアの技術力ではまだ、GR ケインは、本来の設計図通りに、完成していないんだぜ。ああ、そっか。モビルスーツ開発自体、千年、ぶりだもんね。その結果、当然性能も設計通りに、発揮できていないしな。さらに、同時期に開発された、G 系統用、と思われる。バックパックユニットの多くは、GR ケインには装備できなかったぜ。なんとも言えないわね。まあ、本来の設計であれば、この GR ケインは、フォトンフレーム、フォトン装甲を有するはずだったが、技術力不足によって、再現されていないしな。GR ケインって、もしかして超低性能なの？いや、GR ケインは、この時代の地球製量産機よりも、機動性が高く、兵装も充実しているぜ。まず、腰部に、背面翼とブースターを装備しており、これによって、モビルスーツ単体での飛行が、可能となっているぜ。おお、機動性がかなり高いのね。そうだぜ。なんせ、モビルアーマー形態、への可変も可能だからな。可変機だと？変形することによって、行動半径を大幅に広げることも可能だが、劇中では変形することはなかったぜ。せっかくの可変機能なのに。ただ、後の映像作品では、きちんと変形しているぜ。なるほど。可変可能な G 系統、ってことなのね。そういうことだな。そして、兵装は大量に搭載しているぜ。まず、頭部にバルカン砲を装備。前腕部には、ビーム、ワイヤー、を装備。両肩には、ビーム、サーベル、が収納されているぜ。この辺は、
アメリア軍の基本兵装って感じね。そうだな。もちろん、シールドも装備しているが、このシールドには、スラスターを搭載しているが、さらに、拡散レーザー砲、センサーバーナー、まで搭載しているぜ。ああ、シールドに武装が、搭載されているのね。そうだぜ。そして GR ケイン、最大の兵装とも言えるのが、この、対艦ビーム、ライフル、だぜ。これは量産機のビームライフルを、大幅に超える威力を持っていて、遠距離からの狙撃や、対艦用として運用するぜ。すごいわね。あれ、でもこれって接近されると。確かに取り回しの問題から、白兵戦向きではないが、近接戦闘時には、ビーム、ソード、としても使用することが可能だぜ。おお、なるほど。一応対策はしているのね。ただ、エネルギー効率が悪いため、数十秒しか、ビーム波を形成できないけどな。なんだろ。もしかして、GR ケインは、最弱の G 系統、なんじゃ。いや、この GR ケインは様々な戦場で戦い、最終的には、新たなる追加装備を手に入れるぜ。それは、フルドレス、と呼ばれるもので、後頭部に増加フォトン、バランサーと、8機の腰部バインダーを装備することにより、高い機動力と制圧能力を得ることができたぜ。おお、最終決戦まで使用できたってことは、さすが、G 系統、って話よね。そうだな。ちなみに他のバリエーションもあったが、採用されたのは、シアン、だぜ。この姿で最後まで戦ったぜ。へえ、いろいろ強化プランがあったのね。まあ、それだけ元々の基礎設計は優秀だったということなんだろうな。ああ、そっか。技術力不足で再現できていないだけだもんね。そういうことだな。つまり技術力不足を補えれば、本来の GR ケインが再現可能って話だぜ。なるほどねー。本当に G 系統はすごいわね。そうだな。なんせどんどん、強力な量産機、G 系統が登場するからな。そう考えるとずっと戦えた、GR ケインもかなり優秀な機体よね。そうだぜ。G 系統と量産機の差は、どんどん広がっていくからな。第3回いかがでしたか？ GR ケインは、G セルフと共に、メガファウナで運用された。G 系統になるぜ。すごいわよね。一隻の艦船に G 系統が2機って？いや、2機のみじゃないんだぜ。え。ただ、準地球産の G 系統は、この GR ケインのみなので、ある意味、地球のモビルスーツに対する技術力が、飛躍的に向上しているってことなんだけどな。つまり登場する大半の G 系統って。まあ、それについてはおいおい。ただ、これらにより、アメリア軍のモビルスーツ開発技術が向上し、より強力な量産機が開発されるぜ。ということは、次回は、まず、アメリア軍が開発した試作機と、アメリア軍量産機の解説を行うぜ。なんというか、アメリアはすごいわね。どんどんモビルスーツを開発して、量産体制まで整っているし。まあ、その辺は、キャピタルアーミー、もだけどな。ちなみにこの、アメリア、は、後の解説シリーズにも、登場する、重要な地域、なので覚えておいてくれよな。なるほど。後に、また、登場するのね。そうだぜ。では、次回は、MSAMYM03 モンテイロ、と、MSAM34 宇宙幼者ハナムの解説を行うので、楽しみに待っていてくれよな。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。また次回、会おうぜ。では、ゆっくり解説次回。超巨大国家、アメリア。10年以上大陸間戦争を行った結果、兵器開発技術が飛躍的に向上した。その結果、新たなる戦いが始まることに、